橘先生、なんとなく分かりました。NHK がめちゃんこお金をかけて、なんでこの受信機の数っていうものを追加した欄のこういう、えー、NHK 放送受信機契約書兼住所変更届けっていうものを新たにポスティングし始めたか。このね、危ない橋を渡って、この、なんつか、金融機関の届け出と届け出ン。 印鑑をね押させてそして放送局ではなく NHK の東京事務センター行きに送らせるかねこんな危ないことをして、えー、や,らやらせるかなんとなく分かってきました本日令和2年の10月17日土曜日を森林会の大浅大使です N 国と立花隆のテレビ設置の届け出義務化 要望 NHK 未払い者の個人情報もに対する解説を見た感想、えー、というタイトルでお送りします。サブタイトルとしては、立花先生、なんとなく分かりました。NHK 放送受信規約書に受信機の設置数の欄を追加した理由ということですね。だから、えー、世帯契約ね、世帯契約にしちゃ勝手に NHK が、まあ、勝手にっていうか別に法律で書いてないから。 えー、か勝手にやっちゃっていいと思うんだけどそこを、えー、世帯契約にしてたところをまあ、あのー 先生がね立花先生が解説したように最高裁のね、えー、判例の中で判例というかその判決の中でそれはいかがなものかというふうに問うたものに対して、まあ、総務省とか、えー、何もしないというのはちょっとおかしいんじゃないのかってことでしょでその動きが加速してきた感がありますよね。だからまずは 契約書のところに受信機の数まず追加しないといけないんじゃないのとかつってやったんじゃないかなと私は思いますね。でもね、中途半端なんですよ。もしやるとするなら受信機の数プラス受信機の設置場所とかね、そういうところまでやってほしいわけですよ。あとは設置者とかね、<laughs> せえー、受信契約者じゃなくて設置者とかね。 あの設置日も当然この,きあの空白だとこの記入した日が設置日になりますよみたいな文言、こういう文言はねこれクラカシですからね <laughs> こういうのもやめてほしいし放送局に届け出なさいってなってるのに、えー、NHK 東京事務センター行きとかね <laughs> これやばくないですかここれれポポススティングですからねこれポストに入ってんの 宛先もなくねそれに金融機関の届けでいいんでしょここだけ切り抜いて、そしてここの宛先,あ、まあ、宛先を適当なやつにして、ここだけ切り抜いて、これを悪用するとかってできちゃうんじゃないまあ難しいと思うけどね。金融機関の方でチェック入るだろうから、めちゃくちゃ難しいと思いますけど、やれなくはないよね,ね。ポスティングでねこういうふうに口座登録のやつを。 だから郵便で来るんだったら分かるよ、誰々様宛てって、その住所にね,ね、それでこういうものが来るんだったら分かるけど、ポスティングで入れてるでしょ、NHK。<laughs> そして、この時期にそのバスあの義務化で、義務化するっていうのは、ね、立花先生の,その動画を見て、なんとなく分かりました。 いや要は罰金,か罰,金か,とか罰則は設けたいんでしょ、イギリスかどっかみたいに。だから、えー、法律に挙げてやる、多分放送法の第64条1項に違反したものは、届け出を行なおって違反したものは罰金10万円とかね、こういう形にしたんじゃないだから規則、日本放送協会の、えー、放送受信規約よりも上の えー、ところに持ってきたいそしてそれに違反したものは、えー、罰金とかねだからうーんと行政罰みたいなものを加えるのかなだって何か罰を与えるということは司法捜査権とかもしくはそういうなんか行政のなんか力が必要でしょ、えー、だから、えー、まあ警察が取り締まるのか分かんないけれども <laughs>。 警察が取り締まるのかどうか分かんないですけどそのね持ってき方で私はよく分からないんで法律のど素人なんで分からないんですけどまあそういうふうに罰金みたいなものにしたいということですよね。ということは多分テレビを買った時にそういう届け出をする義務ああ義務化が生まれたらテレビを買った時に多分やると思うのねそしたらますますテレビ売れなくなりますよね。 だから NHK は本当はやりたくないけど、そういう圧力がかかってくるとやらざるを得ないわけですので、テレビ買ったときにそういうことをするんであれば、テレビをそもそも買わないという人が多分出てくる。出てくると、どうなるかというと、パソコンのモニターに行きます。パ,パソコンのモニターに行くとなると、要はネット回線からみんな見るような世の中になってくるってことでしょ。ということは、民放が嫌がるわけです、今度。NHK と一緒になっちゃってることによって、 えテレビが売れなくなっちゃってパソコンのモニター化していくってことは例えばトヨタとかねトヨタとかそういうものを売るところね、えーまあ、アパレユニコロでもいいですよユニコロとかアパレルとかねそういうところの CM ね CM っていうのは全部テレビじゃなくてパソコンものモニター化でしょネット社会になってくるだから放送から通信の通信に CM を広告を打つようになってくるでしょ するるとそれにぶら下がってる電通だとかねまあ電通が支配してたかもしれないけど結局、電通だってトヨタとかのスポンサー収入とかが欲しいわけでしょ <laughs>、オリンピックでも何でもね。だから、そういうお金、オリンピックは当分解散されないんじゃないかなと私は思いますけど、そういうスポンサー収入がえ放送じゃなくて通信から得られるようになってくるでしょ。そししたら民放としてはもう 地上波でやる意味がなくなるだから放送法に準じてえ乗っける必要がなくなるのはそもそも変更報道だなんだとかって言われてめんどくさいしね例えば東京 MX とかねマツコ・デラックス裁判とかありましたよねだからめんどくさいわけですよ東京 MX とかねそもそも放送法に準じて放送してること自体がだけど今までは地上波に乗っけるのが安かったからそれね NHK 様がっていう NHK というメディアの王様がいてそこに乗っかるの安かったから ってことは、テレビ自体を買ったときに、えー、設置の届け出義務化は NHK はしたいの。多分、そのハードにしたいんですよね。だけど、ハードにしちゃったら、どん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 パソコンのモニター売れてくから、だってパソコンのモニター今進化してますからね。どん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 パソコンのモニターが進化していくと、では若者、テレビいらない、ゲーミングモニターでいいですってなるでしょだから、中内いらないわけです。で、そうなってくると民放が嫌がる。すると、多分これ。<laughs> ついにこれ来ますよ。 ついにこの変な、ね、私は同婚開封契約って呼んでますけど、これ、これ、立花さんも2013年か分かんないけど、そこら辺の7年ぐらい前の動画でしっかり言ってましたよね。限定受信方式にもう2011年に完全デジタルになって、これになってるんです。まあ、著作権の問題が一番でかかったけどね、あと不正受信とかね、そういうものの、えー、ものが一番大きかったけど、これの、これでね、分離したからと思うんですよ。 要は NHK から離れたいって民放が言うのね。で、離れられないんだったらもう地上波捨てる <laughs>。その民放、地上波捨てる。だってスポンサー収入がないもん。広告収入がないもんね。無料で我々に民放が届けられてるのは、それは CM があるからでしょ。スポンサー様がいるからでしょ。で、スポンサーだってで、テレビで物を売れなきゃ、インターネットに世界に進出するでしょ。ネット TV に行っちゃうでしょ。で、ネット TV に行くということは、 ね、NHK と一緒にその放送法に準じて地上波でやる意味がなくなってくるわけですよだからこれこっちになるんじゃないかなとだって民放とかテレビを作ってる会社とか多分反対するよテレビを買う時にテレビを買ったことの届け出とかアン,テナアンテナ買った時にアンテナを買ったことの届け出とかじゃなくても 限定受信方式あの株式会社 BS コンディショナルアクセスシステムズっていうこのえこれのあれが何ていうかなってますからだからこれの時にこのカード自体をえ届け出する義務要は買う時に同梱開封契約にしないってことテレビ買ったらこれが勝手にね、えー あのついてきちゃうと <laughs> 段ボールの中にこれがふふう、はい、し袋に入ってこれがついてきちゃうってことがなくなるんじゃないかなと。って考えたらわん石も一緒ね。あの うんと高校生とかがワンセグ高校生とか契約できるのかな分かんないですけど契約するときにワンセグ付きのあ携帯電話ね携帯電話契約するときにワンセグ付きのやつって勝手に、うん、映っちゃうでしょだそれダメってことになるからねだってそれで届けてしてなかったらいきなり罰金ってことになるから <laughs> でけそれねで携帯電話会社が嫌がるでしょ <laughs> でそのまま今までの手続きで売ってて、そしたらユーザーが何か知らないけど、そのワンセグが映ることによって、板金刑とかになったら、いや、そんなの聞いてませんよってなるよね。法,法,法律でそういうふうに原発化するんだったら、その時に、売る時に説明しないといけないじゃん、ワンセグのねで。その時に、じゃあなんで選択できないのってなるでしょ。で今のワンセグって、多分チップに入ってるから、これカードじゃないから。 カードじゃないから、チップに入ってるから、だからそこをね、なんかソフトかなんかで、この人には、えー、NHK のワンセグが映るようにする。この人には NHK のワンセグが映らないようにするってやらないといけないと思うのね。で、そのワンセグで、ワンセグで民放のその、えー、CM を見る人なんてまずいないから。<laughs> ね。ワンセグで多分民放の CM 見て、あ、トヨタの車欲しいなとかって思う人、まずいないから。だから、もうもはや、 あのなんうか放送の時代終わってきてきるんですよねだから通信の時代になってきた時に民放がそろそろ、ね、あの嫌がるんじゃないかなとかそういう時代に来ちゃってるわけだから NHK はちょっと焦ってると思うんですけどましてやね2025年問題あって2025年には世帯数自体が減ってくるからだから世帯数が減ってくるから、まあ、受信機の数設置数の数、えー にしたたのかなって思ってて思んですけど私はね、勝手にね、推定して、だけど、立花先生の読みを聞いていくと、あこれはね、圧力かかってると、<laughs> それはね、最高裁でもう出てますから、でそれから総務省が動かないとねで総務、菅さんって総務大臣やった人なんでしょ、元あ、副大臣、分かんないけど、やった人なんでしょ。 だからあの、チャンスですよねだから法律最高裁の,、ね、その司法の最高のジャッジメントの意見を総務省はどう思ってんだっていうことですよね。で、総務省が動くっいうことは、まあ、国会で動かないといけないわけですよね。ね <laughs> そしたら NHK がいくら言ったとて。あの うんとこういう動きや流れはあんまり止められないよね。でそしたらやっぱりあの届け出の義務化っていうのがされるわけです。まあ、届け出自体はもう義務化されてるんだけどね。だけど具体的にどういう人が届けててあの具,体具体性がないんですよ。放送法第64条の1項って具体性がないから具体性がない上にそれを破ったときに別に罰金刑とか書いてないから懲役刑とか書いてないからね。そこに 来るの入ってくるのかどうか分かんないけども入ってきたとするならばそれ相応の対応しないといけないよねだから今のように同婚開封契約なんてこれこのね知らないうちにレンタル契約が結ばれてるなんて絶対ありえない話になるからだってそれ知らないうちに皆さん犯罪者になっちゃうってことだからねだからこれをしっかりと契約を結ぶようにするこれってのはテレビ1台1台でしょ1台1台に BKS カードってついてくるからこ,のこっちじゃない テレビじゃなくてこっちだと思うよ。だってこれなければ設置しないからね。でこれなければ民放も映らないから今のところね。<laughs> だから民放は嫌がるでしょうね。テレビ売れなくなっちゃうからね。だからせめてこれの時に NHK をだからこれ疑似的なスクランブル化されちゃうかもしれない。 ね、私はスクランブルっていう言葉はあんまり嫌いなんですけどもい今時ね限定受信方式の中で NHK は見ませんよ NHK 見ますよっていう選択肢に変わるかもしくはそ,れそういうふうにならなかったらみんなテレビ変わらないからね多分ねパソコンのモニターにするから <laughs> 今後ね 多分あれですよ今、Zoom とかでお年寄りも光ファイバー入れないといけない時代が来てますからだから入れちゃってるやつあとテレワークで今までは光ファイバーのような別に高速回線いらなかったけどやっぱり高速回線がないとアップロードね。 ダウンロードはあんまり心配ないんですけど、アップロードの方がやっぱ弱いから、だから Zoom とか使うんであれば、光ファイバーを入れて、そして Wi-Fi とか、パソコンで優先でやるとかするでしょするとなると、別にネット TV でいいじゃんみたいなね。1300、何円、1310円、今何円か分かんないけど、1310円払って NHK を契約するの嫌だ。じゃあテレビ捨てようってみんななるからね。テレビを捨てちゃったら民放は困るわけですよ。だってスポンサー収入立たれるもん。 スポンサー収入を断たれるからじゃあネットから取るかっつったらネットに移行していくるでしょ民放はねで,でそこで、えー、なんうか力関係が崩れていく NHK 王様だったやつが NTT 王様になっていくし、ね、民放だって NHK に並行してたやつが NTT に並行さらし始める可能性ありますからね NTT はもう もはや電力網も引いていきますから、自分たちで NTT って電力網も引いていきますからね。だから、NTT が一強の時代が来るかもしれない <laughs>。分かんないけど、でも NTT はコンテンツないから、コンテンツないから、なんとかしないといけないですよねま。まずだから民放さんが一部入り始めてるんじゃない ?NHK も一部入ってるけどね。はい、なんとなく分かってきました。以上です。